もっと聞いてね、MBS。マルシイユの万劇ミッドナイトパーティー こんばんはマルセイの津田です。ベップです。よろしくお願いします。お願いします。いや来ました。五回目でございますか。五回目もう五回目ですかね。一週間毎週ねこの楽しみに聞いてくださってるリスナーの方がいらっしゃるっていうのは本当にねこう我々からしたらありがたいですけれどもメッセージもたくさんいただいていすねあの全国うらうらからいただきましてねありがたい話でございますが本当にありがとうございます。今日ちょっとなんかね横に知らない。

いつもはね、ユリアンと三人でやってるという事なんですよユリアンの本名が吉田ゆりということでそうっすもう多分それ繋がりで呼ばれたんかなと思ってえー、それ繋がりで呼びました呼びましたあ、合ってたよかった名前シェアムぐらいの感じまあ、吉田あの聞いてる方ね、あの知らない方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけどもシンクロックって元々ね、コンビでやってましてねえー、ちょっと最近のコンビ解そうですね、解散しましてピン芸人で今、吉田ゆりという名前でやってて田君とは 同期で同同期で同い年、同い年、はい。おなじですか。接客しましたし、付き合ってないわ。それは聞いてなかったな。そうそう。ちょっとだけね。嘘や。一週もないわ。お互いにそんなにその恋愛感情にはならず、もちろん関はないですけれどまあ仲良く楽屋でも楽しく喋ってて、まあでも物まねひどかったですね。ユリアのうまい方じゃないの？や、俺わりかしうまいな。うまいやろ。お前ですか？さん、レプさまた一緒になすしてください。ちょっとなんか

ユリアン今日お休み。ちょっと早いって。今日もお休み。はい。もうちょっとやらしてや。そう吉田ちゃんが来てくれたのね。実は今日ユリアンちょっとお休みということでお願いします。吉田ちゃんと我々マルセイで一時間お話しさせていただきたいと思います。お願いします。どうなのでもそのその吉田のこれらもリスナーさんも近況というか。はい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 。まあ。 解散してね。そうね。みん今ちょっとまあ劇場にも行くことがなくなっちゃったんで、あんまり出番がないから、あんまりそのみんなと会うことがないので、ちょっと寂しいですけど、まあ楽ですね。楽ですね。どういうこどっちの意味ですか。いやこれはでもな。ほんまにな。あのま。 それ解散してやっぱり、はい、そのやっぱできることも少なくなったし仕事も減るしもちろんね,、うん、ね寂しいしはい,、はい、いろいろ不便なこともあるけど。はいはい 気が楽やわーこれはなーでも俺もまあちょっと3人言うたら解散したいけど僕らもありますね珍しいかもしんないですねこの芸人やってる中でも全員が解散してるそうですねでも俺も思ったやっぱそれあの全部もちろんない仕事がさらになくなってもちろん収入も減るね暇にはなったよほんまにどんなピンのネタしたらいいんかどうやって仕事取っていけばいいんかとかいろいろ考えるけど楽やわーって。 何何よよりりなやっぱ特にやっぱ私なんこ男女やったからその気の使い方も同性コンビ以上のここ踏みっていいんかなあこれ多分いじったあかんねんなとかそういうのもあったしお互いな多分やっ大向こうの方があったと思う逆にむしろどっちも本音そのねあの収録知らない方からしてあるかもしれないですけど「きよ」っていうねあのいいやつなんですけどきよちゃんやそれ言うとややこしない。 がどっちも強いから、ね。そうやね、あの自己主張が強いというか、お互い。四、えー、番バッター同士が。そう、分かりやすだという。まあ、よく言えば。まあ、そこは難しいけど、まあ、今はね。そう,そうです、そうです。 パンがね、パンがすごい好きなんですよ。シルジュ、二級というのを持っておりまして、パンのねでもロケとかね行ったりしてるし、ありがたいことに。なんかおすすめのパンとかあります最近？おすすめのパン今ね彦橋にあるラフルネさんというパン屋さんをちょっとこの間歩いてて発見したんやけど、彦橋歩いてた。日彦橋歩いてて。彦橋から南場まで歩いてて。え？そうなおばさんウォーキング。ちょっとあの運動不足やったから、彦町からあの歩いて。 分分かけてんなにすごいな。でもやっぱ歩くといろんな発見あってパン屋さんも発見したんやけどラフルネさんっていうパン屋さんでそこのチョコケーキがあるの濃厚でしっとりしててとろけるような食感で雑味がなくてほろ苦くて当に美味しいめちゃくちゃういもう食べたらってもなったお店でしたっけ もうののの日かららすぐララララフフルルルルで、ブよねとこ言ったちょっとフフラランンススから来てるんでょ感が濃い、ちっと、吉田さんに行ってほしいパン屋さんがあるんですえて僕んちの近くなんですけどどどこマチャマチ筋なんですけど住所がえっと、島のああかんかんかん近くああかんかんかん。 絶対いいってわかるやん。あのうちのマンションは、下に鳩がいっぱいいるんですよ。それがもう重十。放送でも何回か。何回も言ってるんですけど、どうか死ぬほど止まるらしい。出前に来る人がめっちゃ鳩嫌がって、あのマンションには届けたくないみたいな。嘘。はい。まあ家はあるやけど、その。町町にあんな。町町にちょっと。ふるさと。ふ、ふる。え、あ、じゃ、あのフランス系じゃなくて、もう日本のふるさと。はい。国境ってこと。国境。へえ。何がそう美味しいの。 パン全部美味しいんですよ。<ー>そこで美味しいのがお魚パンってやつで。うん 何にアジフライかなんか挟んでの。あの白身なんですけど、白身のフライをあの本当そのさっき言ってたフランスパンみたいなちょっと型の美味しそうでタルタルソース。わあ最高や。これ美味しくてで朝行かなかったらもうすぐ売り切れ昼にはもうないんで。すごいね。値段も手頃？それ手頃です。五時からやってます。朝の朝五時から。まちまちってさ朝早く開いてパン屋さんめっちゃ多く。多いんすよ。なんでな。ちょっと俺も入れてくれへんから。はいはい。全然入らへんかった。夜型の 働いてるいうい帰りに帰るでしょみたいなそうですねちょいいこと聞いた<あ>ふるさとのお魚パンね、はい、ちっちゃいさこう冷蔵庫に何かドリンクとかも置いてたりするのんのねあとあそこ知ってるちょっとは聞いてーよーこれな梅田にほんまここ梅田梅田,梅田のルート2何って知ってるいや知らなルート2何なルート2何,何知ってる2何じゃない271 271な ここはほんま有名もうな、そう柴田の交合戦ってところよなルート二百七十1って何分やろなうん、ちゃうね、船井さんっていう人が作ってるああ。もう楽しくなーいルート船井ルート船井、そうここめっちゃ有名やからええ。まとめて、その、なんやったっけヒゴバシのラフルネさんとヒゴバのラフルネさんとまっちまちのふるさとふるさとと大阪駅のルート271これぜひ皆さん行ってみてくださいパン好きの方そうパンに興味ある方とか はいぜひ行っていただきたいと思いますぜひ行ってみてということで本日は吉田ちゃんでしたありがとうございましたいやいや待って待って待って嫌なってるやん自分が入られへんからって俺楽しいなもうもっとパンを勉強したらいいんすよねロナウジーニョの話しようかいやサッカーの話誰も最近どういやルルいや知らなかったやっぱりちょっと前ですねああそうですよね唯一喋れるサッカーの話やけどロナウジーニョの最近知らんわん最近どういやなんかだいぶインスタを更新してますロナウジーニョ あの、ストーリーをめちゃくちゃ更新します。動画上げて。はい、動画上げてます。細かい話、ええね。それね、それこそ、ちょっと、最近テレビを見てましたよね。なんか、あの、インスタグラムにね、こう、いわゆるリア充という。なんでしょう、女子会をしてるだの、彼氏、彼女とご一緒に。とかをね、こう、載せるのがね、今、こう、流行ってるというか、みんなしてるじゃないですか、若い子たちは。で、まあ、僕が見た、その番組ではね、そのリア充を。 その再現したいからリア充をするための写真を撮る会社みたいな会社というか例えば吉田ちゃんがえーいた彼氏いないでも毎日仕事ばっかりや嫌や,やってなってそこに電話をしてそ受注してもって一体どこどこに待ち合わせします。 ベベッ君みたいな男の人が例えば来てちょっとまあこじゃれたお店に行ってその写真をこうパシャンの顔が映らん程度に男の人といるっていうのが分かる写真を撮らせてくれんので、えー、彼氏とこうんか遊んでやってますよとかそうそうそう、えー、という、うん、今そういう会社が。 あるというちょっと教えてよ <laughs> やりたい,たい教えてよやらしてよ <laughs> お金払ったできんやろ全部こっち持ちですかそそやいやそれはもちろんそうや何がいいんですか

あのお年めしてるから僕今年三十四です。あそんな離れた関係？ロックウェー、ロッウェーです。俺らのそうそう。でもそれもみそのそれ見てたら、まあ若い子わかるやん。女性のとサラリーマン風の男の人がとか、もう知らん仕事って、まあそれこそねお便りたくさんいただく中でも、いろんな職種の方がねいらっしゃいますけど、ほんまになんかも。 隙間産業そうやなほんまそうやな人の心の隙を狙っていくよねみんなねでもそれでちゃんとな儲けがあるからだから自由があるから成り立ってんやろ確かに何かこの間知り合いがかあのブルゾンちえみさんのメイクをしてインスタに上げたところ「キャンキャンから連絡が来ました」っていうのを言ってたっすわ だからそうそういうこと似てましためっちゃ似てましたそういうことでもそういうことそういうことなんですね沖縄の漫才師のキャンキャンさんから連絡があっくれてる似てるね前髪パカパカってする人じゃないんですよ自分似てるね似てるねそれじゃないんですよキャンキャンでしたって言ってた電話終わり似てんですよ雑誌のキャンキャンやるん雑誌のかはいごめんごめんそうそうそっち出てくる？

僕らってそういう仕事じゃないですか表の舞台に立って前の時も言ったんですけどかっこええかわいいと思われたいのは人間の普通の欲やけど面白いと思われたいっていうのは歴史上あんまりない感覚やんかどん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 変わって時代に合わせてののかな吉田でもそんな感じなんかそなインスタにいいね欲しいタイプの女子じゃないやろ。 い欲しいタイプじゃないけどでもインスタインストーナリーにやあげたいがためにそのお店に行ったりすることあるよ。ああそれこそパン屋さんであったりスイーツとかもそうやけど京都のな徳屋さんって知ってる祇園徳屋っていうわらび餅のわらび餅の店があるの 100%で作るやそれでも前ら知ってんねいいえしてます知っますじゃあほんまにわらびこ100%ですか行ってみたいなと思いましたテレビでもやってるしインストとかもすごい上がってて行ってみたくて実際行った行ったんやちょっと並んだやっぱそうなんやべっぽね超おいしかったやっぱりそうなんややっぱ影響されるよその SNS にあーまぁそう何がやってんやろうとか見るし確かにべっぽちゃんもラーメン好きやねんけど 俺フォローはしてないツイッターはフォローしてないけどなんかインスタはなんかフォローしたら個人的な感じするような気持ち悪い分れるかなっていうのもたまにこの関連みたいなのにさ友達かみたいに出てくるやんかあ別風やと思ってさバって見たらさほんまラーメンばっかり写ってる写真みたいなそ見てくれてる嬉しいな見てくれての嬉しいなフォローするのはなんかちょっと恥ずかしいそれお互いにありましたねツイッターはしてますけどそうそうそう別にして全 全然いいねんけど、ちょいちょいだからたまにこうあって。検索から見たら、こいつラーメン。か可愛いな。すぐ見るやろ。すぐ見るやろ、いいやろ、別に。いいやろ。なんでそんな嬉しいね逆に。そんな嬉しいもんな。そっか、そっか。そしたら、S. N. S.。やっぱ影響力あるよ。そう、まあね。確かに。だって、それから売れてる人とかもいっぱいいるんじゃん。そう、だから。そうですね。なんか、あれだけで、なんか。 そのブランド作ってる人いますよねだからその男の人がちょっとかっこよくこう立ってるやつはポーチとかうん、うん、上着とかうん、うん、ジーンズとか全部その人の作ってるやつみたいな。 デニムとかじゃなくジーンズジーンズメイトの時代ジーンズメイト、なんでも揃ってるとこで勝つやんいや、ええお店やねそう、そういうので、はいそっかそっからブレイクするとかあるやんまあ確かになインスタで話題の何々さんとか YouTube の動画再生回数とかそうそうそうそれ、それが本になったりしてんねんから今 ええイ,ンインスタで自分の子どもの出来事を毎日こう漫画みたいに上げてる人がいて、うん、まあイラストも可愛いし話も可愛い日常の子どもの出来事、うん、それが本になって、うん、しかもそれが10万部とかそうなってくんねんから、えー、もうインスタから授業が始まるんやから侮られへんよ SNS は。SN さなきれいなそれなんかでもさ俺歴史好きやからさ知らんけどいやちょっと話の冒頭ぐらい聞いてさ今から歴史のこと話すいやいや話せへん話せへんいややっでやめとこうインスタ見てくれてんねいや日はいつもありがとうな見てくれて歴史好きだやっぱそうよ多いよね歴史の人そうそうほんで見ててさその 前も飛脚の時代エ戸時代とかってさ郵送も走っていいかなあかんさそれこそ明治大正となった時もさもうそんなんないわけやんかなんかね映画をね見るのも好きで歴史もの映画もね結構見るんやけどほんまに今の俺らって優遇されてるかほんまに春立つ話とかで電車乗っててさ立った瞬間にペピてこう座ってくる人とかさ この前もつりさ、こう2本ずつ持ってさ腹筋腹筋ちゃうわ懸垂してる人とかおってんけどめちゃこれ腹立つなと思うけどよう考えたらもう昔はそんなこともなくやってたからそうそう今だからちょっと物が溢れすぎてんのよ。 N. S. C. で、なんか N. S. C. 姓を募集してるオープンスクールがあって、うんうんうん。そうなんやそ,うそうそう。<ー>で、それにね、なんかちょっと僕らも出させてもらって、うん、で、なんかネタ見してもらうみたいな。で、やっててさ、うん、ほんま十三歳,歳の。十三歳。ええ、中一とか。はい、そうそうそう。

ちゃんと完結させその子がそれ言ってて<ん> YouTube でノンスタイルさんが好きで、うん、ずっと YouTube で見てて勉強してっつって。 今の時代、今の時代っていうほど俺はいやでもこの10年で相当変わったと思うよ、ほんまに確かにそうですね、スマホになりましたしね、それで YouTube だの、SNS だのあれもう、なんやったっけ、なんかもうそのなんやったっけっやめて、おじさん臭いから年感じるわー会った時はすぐ出ててけど、お前となそうやろ、ほんまに18の頃18やで会った時えほんまにでへん、最近 これもこんな話も何を何を出させたら今今そのアメリカから逃亡した人、亡命した人いるでしょ。あの知らないですか。なんかあの個人情報が全部こう漏洩してるっつって、そのシシイ元 CIA かなんかの人でそれの暴露本みたいな出して映画にもなってねんけど、その人名前ちょっと本間で来なからだけど、その人の特集もねめっちゃもろかった。そうそれが日本にもこう実はこう あのやられててみたいな。影響してるのだからあの吉田がパン好きなのも、ベプちゃんがあのラーメン好きなのも、俺が目細いのも、もう全部言うたらもう国にバレてるかもしれないという。国にバレてる。麺細いのは見たわかるけど。なんでうちこの前吉本の本社行ったらえらいさんに、おう最近頑張ってるみたいな。何の仕事してんの？最近はじゃパンの仕事がありがたいこと多いです。なんだパン。 パンの仕事してんのって、何も知らんかったね <laughs> 仕事社員さん。<laughs> なのに、くりはしてんの。みうちは知らんのう。に、えー。くりはしてんの。それもほんまか、嘘か、分かりへんけど。あ<ー>まあ、そのレベルの達してるってことやなそう。それで、亡命。するぐらいの。ええ<ー>。ことです。

だからパスワードよく変えてくださいとか来るやん、ね、いろんなもののあれほんまに変えとかなんかねんてやっぱ解読ってすごい簡単なんてへえーえー、それこそなんかよう言うやん生年月日にしたらいきまへんよとかあかんかんかん1234もあかんし、うん、最大4桁っすもんね決まってるよ自分の中で4桁ってまあそうですね俺、うん お前何番だっけ暗証番号。僕は、ええ、ろ、ああ、危な先から引っかかるな、危な引っかかるな。優しいな、聞き方が、言っちゃうよ、そんな。そんな騙さ、騙されへんやろ、こんなん。インスタ見てくれてるしな、当たり前。それだけでいい。だけインスタの効果あるね。そんなにインスタの効果ないやろいや、でも、そう、そう、そういう、最近なんかニュースを見てて、すごいもうなんか。あ、そな。そう、腹立つことか、日常の中にもさ、それ んでほんまに昨日もねマヨリカの中谷ってこの番組で3回ほど名前俺が出してるんだけど「昼飯連れてってください」って「行こうか」っつって「ちょっと用事あるんで待っといてください」って言ったて「OKOK」っつって1時間経っても怖くて1時間半経っても怖くて2時間後にババーンってほんま音鳴って階段でそのこけてんでも走ってる汗だくでさ膝抱えて「すいませんちょっと遅れました」ってどこやえっ 昼飯屋で。二時間。二時間。時間何してたの、それ。なんか、まあ、それ、なんか、ちょっとリハーサルが。あったらしいんやけど、<ー>いや、普通。うん、いや、ちょっとかかりそうなんで。でそう言うやんな。うん、すいません、また、お願いします。うん、ますで、まあ、津田が。二時間量、待つよって言うんやったら、別やけど。うん、俺は、でも。うん お30分こんときからもう維持でも俺はもう絶対に待つって決めてこいつんでこうへんねやみたいな何や何があったんやったら先輩鬼ぢがまだしねおかしいけどなババンみたいなこけてんの俺わざとやってんじゃうと思ってさ何食べたいって言ったらすしですしい いやも可愛いいでいねまあそうもう俺はあいつが別に好きやからそうそうでも許せるけど普通のその生活でどうなのその吉田とかその先輩後輩とか腹立つこと腹立つでも別楽しかったことでもいいけどやっぱりなあの後輩はまあセリアもそうやし結構ガンバレルーヤとか熊本プロレスとかとよく遊ぶんやけどやっぱガンバレルーヤはすごく 一回私の誕生日会をしてくれるってなって同期のあかねチーフお前この30秒で知らん名前4人ぐらい出てきたぞあかねチーフあかねチーフっゃんとやつがいるんすよと熊本プロレスっていう子もいるんですあとエトセトラの藤原お前わざと言ってんじゃんほんまやねほんまよかったら Twitter さかのぼってみてパピの話してなるエトセトラの藤原ちゃんっていう子がおんねんけどその子はまず行ったらおっ で、もう全部用意して、始めてくれてて。で、いつもその、そのメンバーにルーやがいいね、絶対頑張れるやん、いて。頑張れるやん、一回ルーヤーに。ごめん、ごめん。頑張れるやのこと、誰がルーヤー。リスナーの人。お前も、俺も知らんかも、俺らも知らんかも、知らんのに、また知らんやついっぱい出てきて。頑張れるやん。頑張れるやん。いてくれんね。けど、その日おれへんかったから、まあ、まあ、忙しい仕事か、なんかで、今日も公平のかなって思って、まあ、あえて聞かへんかって。で、まあ、二時間ぐらいも、なんやかやってて。 もう私も帰ろうかなと思ったら同期の茜チーフが「うん、もうええなもう頑張れるやもう今日来おへんってことでいいな」ってなんかちょっと怒ってんねん。あ<ー>であれどうした来るはずやった、うん。んやもう今日は景色かと思ったらさ、いやなんかあんたの誕生日プレゼントを作ってる」って言って。 で、あんたがまあ大体10時ぐらいに来るからそこまでには間に合わせやって言ったのに嬉しいよな嬉しいけどでもまあほんまに公平にねん落とさともないね、うん、あと何分かかりますかもう一切なくもう言うて11時回ってぐらい言ってそれやと私も私もう帰りたいしえ、うん、えよ次の時でええよ言って一応連絡するわって、うん、もうちら帰るからまたでいいよって、うんうん、連絡したら「すいませんもう今から行きます今から行きます」って言うからなるほど、ね、それやったら全くわって言って。うんうん でそのエトセっての藤原っていうのが車で来てたから車乗ってんねや,んのや,んのや、まうん、ワゴンワゴンやワゴン乗ってんすかすか、うん、経由やねん経由経由,経由,経由、うん、ガソさンじゃないんす経由めっちゃ安いって経由、うん、経由のワゴンに乗ってんねやんかそれでもう迎えに行くって言って今から頑張れるやん走してきたら遅いからもう私迎えに行ってきます言うて でまあ二十分、大体二十分ぐらいで来てくれて、うん、頑張れるやば、車には乗ってきてるし、うん、遅れても来てるし、なんやったらもうその自分の全然何も自分の足で急いで来てないのに、うん、タン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 って来たら、うん、<laughs> 遅れて。<laughs> す「いやいやあんた走ってきてへんやでここまで車できたやろ」ってでそ1回から4回までもう階段で上がってきただ私もエレベーター乗ってるやんて <laughs> 何を言ってきれることがあんねんっつらもうその怒れるのに嫌やから急いできたふりしてて「<laughs> <laughs> すいません本んにすいません」って言うて、えー、そういうのはちょこちょこあるけど <laughs> まあ、まあまあ、泣かないと同じよそれはまあ,あまあ許せるけど。 まああでももアホやなと思っって逆パターンたけどねこの前イベントでべっぴちゃんと16時からネタ合わせしようかっつって待ち合わせしてで俺まあちょっと小腹も伏せたからコンビニでおにぎりとコーヒーだけ凍ってでまあ行こうかと思って15時30分一応食うそれを食べるおにぎりも食べてタバコも吸って一服する時間も考えた30分4分だったら行けるわと思って15時半にねその待ち合わせ場所に行ったらこの怨念も。 といなこいつ何時何分に来たんって言ったら「いやまあまあ」みたいななんか別に言わんみたいな何なんす真面目すぎてさ俺30分前で普通バイトでも30分前に来たらめっちゃ早いやん早起きすぎやって言われるてさっき行きましたけどねでもなんか真面目やからその新ネタするイベントやったから壁に向かってねこうなんか一人でこうやってんねんけどそれはなんか見られたないみたいなそう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 こう やってるよちょっと早めに来てやってるよぐらいなちょっとちょっと気づいちょっとはいお前やってへんかったやろみたいな言われるのも嫌やしだからあの日はな何もんまにないほんまそれ俺30分前に来てる僕昼からいましたねいやあの昇進もねほんまずっと昼からずっと見てましたからノート見てファインディングドリーのお前ドリーみたいな性格してるやんそれはどういうことでしょううかかんなこ怯えるのよすぐ 忘れちゃう違うネタも忘れると怯え小心者っていうのをかけましたはいということで今日の月は津田君でしたお疲れ様でしたーありがとうございま悲しいわここぞとばかりに例えたのに例える前フンって力入るから仲ゆうって思うねポーズとってファイティングポーズとって 例えますってラジオの方わかりますか僕ファイティングポーズファイティングポーズ終わりにマジ難やなベッパやっまあベッはやっぱりそうですねやっぱりちゃんと覚えていやいいことよ面白い面白いこと僕もやりたいですしなその最後はいアスリートみたいなまとめ方毎回お前やっぱ暑いんでお笑いに対して暑いねんって暑いとかいうの努力してない振りせやめろそんなまた単独見に来てくださいお客さんちゃうねさあということでございましてこの後三時までまだまだお付き合いよろしくお願いしますさあ ということでございまして、うんえー、今回もたくさんメッセージ、えー、いただいておりますありがとうございますあの先日ねあの、はい、吉本漫才劇場で、はいえー、万劇ミッドナイト パーーティ吉本漫才劇場という劇場版を劇場版やらせていただきましてそれの感想たくさんね実はいただいておりましてありがとうございます思ってるいや嬉しいなと思って全然感情こもってないありがとうございます嘘たくさんメッセージいただあの全国津々浦々から本当にメッセージたくさんいただいてるんですよありがとうございます思ってないやん変えたらあかんやん同じでしてやありがとうございます本当に本当にたくさんいただいておりましてユリアンとかにもねこ一ね 一緒に見たいので、まああの漫劇ミッドナイトパーティー、吉本漫才劇場のメッセージはちょっとユリアンがまたいるときに読ましていただきたいと思います。あの次回以降もまたねやらせていただけるように頑張りますので、ぜひぜひ皆さんまたあるかもしれないです。の時は劇場来てください。はい、よろしくお願いいたします。そして改めてじゃあここから吉田ちゃんメッセージの方よろしくお願いいたします。えい。とですね、これもねあれなんですよ。あの前回4月24日の放送でですね。はい。 友達がねこのメッセージくれた方のお友達が芸人さんにナンパされたと。はいはい、で、えー、そのナンパされたと友達は彼女、うん、彼氏がいるのよ。だ、うん、けどちょっとその人そのある芸人さんにナンパされたその芸人さんに心が揺らいでいるんですうん、うん、という、うん、前回そういうお便り頂い,いてうん、うん、その人から「 あのいただいたんです。あ、そうそうそう。改めてその選手この誰なのかとか、ああ、聞きたいこといっぱいあるもんね。誰なのかもう僕ら三人でいいので教えてくださいというのがあったのよ。はい。 進展のメッセージをすごいなそんなにツーツーでこれ連絡取れこれが吉本吉本のすごさリスナーさんのすごさ MBS さんのすごささすがでございますわやろ。ええ静岡県浜松市にお住まいの変態言われてもやっぱり津田さんの超ネクタイになりたいというラジオネームの方がちょっとまあやめてください超ネクタイになってどうすんの喉元に行っていや今そこじゃないのもっと声聞きたいのいやいや今そこじゃない耳やろ多分それやった僕なんなんかあげかな 多く <laughs> あのー、ここ結構あの濃いやついただきますから、メッセージ読んでいただきありがとうございます。皆さんが気になっている芸人さんは。 あのアルファベットでこれはあのアイさんです。ほぼ毎日連絡来るそうです。その友達はセルライトスパというまあ後輩がいるんですけども、セルスパセルライトスパが好きなのでアイさんには興味がないんですが、人として優しいしかっこいいしどうしようと揺れています。でもちょっとしつこいらしいです。彼女の友達まあ自分のことですねこの僕腸裂になりたいさんのことですねが我々丸星と幕野助さんを推しているのにも知っているの。 <で>うん、ちょっと連絡しない,、えー、連絡しないと、うん、今日マルセイユ出番あったから友達いるよね、うん、とか、うん、今日う、クちゃん出番あったな、うん、とか言って、えー、探そうかな友達って言ってきたりとかですね 2>,、うん、2人きりで会うのが嫌なら、うん、3人の中の誰,誰かに声かけるから4人で。うん みたいに言われ私がこの春そう結構グイグイ来ててああ私がこの春仕事の都合で大阪に引っ越ししたので引っ越しの手伝いやいろいろ買い物に行くから時間作れないって断ると「うん、どこに引っ越ししたの?」 最寄りはとか聞かれたみたいで劇場行く時は気をつけてみたいに言われましたがそんなこと気にしながら我々マルセイやバクチャーを見に行くのは嫌だし先日マルセイ・ウターンというイベントがあったんですけど我々が主催させていただいたイベントがあったんですけどもそのイベントも来るのがちょっと怖かったです芸人さんはやめたほうがいいよと前回の放送で別府先生が言いましたがうんと悩んでいます。さんんはどな先輩ですかってて聞いも えー、言えないいですよね、うん、というまあやめた方がいいっていうのは、うん、そのやっぱ芸人ってこう電話かかってきたら先輩のとこすぐ行かなあかんとかちょっと彼女こう一途ではちょっと行けないとこありますよっていう意味で。仕事ファースト 芸やめときっていうニュアンス言ったんですけどな浮気クソいやいやながみなちゃうからなそれはいはいまあでもまあ多分この人僕はこの場合皆さん想像していただいてはいさんでン伊藤まあそれはだから分かんないですよ絶対ちゃうやんいやそれは分かんないすよここ最近まで寿司食うたことなかったやつになんかなか最晩ご飯ポテトした食わない後輩がいるんですよ知らないです藤何人知らんやついっぱい出てくんねってなるからそうでも 愛さん、まあ、みんなもちろん。それはもう分かりません。はい、私にも。はい、でも、僕はですけど、こ名前知ってるからですマジ知ってるんすか、津田さん。いや、全員知ってるよ。え、僕も知ってます全員知ってるよ、愛さん。うわ、どっちやろ、上やろ、下やろ。え、それそれそれ。 今ね、今ね吉田ちゃんが紙に書いてね、ちょっとこれかなと思って、聞いたらこれでした。まあでもいい人だし、そうそうそう。この人は、うん全然だからどうそう別方面的にはそれ聞いて、うんそうですね。彼と最近仲いいので、そうなんアイシとボーアはアイシと仲いいので、まあこう。 人間としては、僕はとてもいい方だなと思いますし。まあ、お笑いとしてもいい、うんうん、面白いな、面白かったらな。なその彼氏がいるという中、はい、で。まあ、なるほどね。か難しいですけど、まあ、まあ、僕、ままとめていいですか。うん、もうまあ、ね、好きなら、そのままもう行きましょうよということで。もっとなんか言ったらや。<laughs> 行かしていただきたいと思います。そう、ネクタイなりたい、言うてんねんから行きましょう、ょ行きましょうよという <laughs> あい。やめよ。<laughs> 気づ,気づいてきましたか？僕のこれはメッセージです。いいよ。何回も言わなくていいよ。えー、これは僕の声。もうこいいねほんならも行きましょうよ。ってことい大きい声です。これはは言いますね。こら,こら僕のこれはあなたがまる吉田が、<laughs> 俺はちっちゃい声で。私は今日限りやからいいね。<う>あなたたちは来週から回るからね。もうそのじりじり伝わってくるんだ、ね。<laughs> <laughs> さあ誰かは皆さんのご想像にお任せしましてまだまだお便りをいただいておりますそわかりましたねいやそれしかなかったまあまあねまあそれは皆さんも想像していただきたいと思います続きまして横浜市にお住まいのラジオネーム隣のししもさんこれも前回いただいたんですけれどもこれがですねまあ吉田ちょっとあの知らなかったからなんですけど結婚してまあ言うとその夜の営みがないとはい <ス><ス>でまあ前回どうしたらいいですかというお便りをいただきまして別房ね的にはあのまあちょっとセクシーなランジェリーをまあ買うみたいなまあまあちょっとそれしたらどうですかというのを送ってその返答がまたえいただいたんですけどもえママルセイさんユリアンさん、えー、こんばんはこんばんは,は、えー、以前の放送で旦那との冷めきった関係について相談させていただいたものです、うん、あれからお三人のアドバイス通りにあ新,新しいセクシーな下着を買いに行き、うん、その下着をつけながら積極的に旦那に話しかけてみ<ス> するとどうでしょうあんなに冷たかった旦那の私への対応がまるで春の木漏れ日のようなかを感じるなで感動症ですやんなるはずもなくあまり大きな変化はありませんが会話が増えたことでお互い笑顔で過ごせる時間が増えました「本当にありがとうございますこれからもラジオを楽しみにしています」というね。 えらいし優しいんですよね奥さんも優しいよだってやっぱ勇気いると思うもんそういうのもし拒否されたらどうしようとか思うやんそうですねどうなのそれさ下にどこやろワコールかなトリンプエメフィールああ面白い面白いどこやろそうでもまあ結果的には えよよでもちょっと仲が深まったというかこう会話が増えたそそうう会話が増えてちょっとでもねこう全身るだけでも全然違うと女性的にはどうそういうまああんまないよしタイプ的にそうゴリゴリと言われるタイプの女芸人じゃないやろうけどうでももしまあ結婚して旦那さんから求められへんくなったらってことやろ 遊びまくるかな。キャラにキャラに合ってないな。やちょっとだけなんかあえそっちタイプだわ。ちょっとドキッとしまだ。そうかまあ難しいよね。難しい。だかまあちょっとほんまそれこそちょっとなんかその下着を変えるってやっぱすごい勇気だと思うね。女性からして。女性目線からして。だってあからさまやん。

まあこれもあとだからほんまどっかねちょっと普段行かへんようなまあホテルなりねちょっと行くない場所変えるとかあそうっすねそれでいいじゃんまたあの進展教えてくださいはいお願いします続いていきましょう続いて広島県にお住まいのそろそろアイスの時期来るちゃんというラジオネームの方からいただきましたはいツさんベップさんゆりやんちゃんこんばんはこんばんは毎週楽しく聞かせていただいております私もそのラジオの中に飛び込みたい気持ちでいっぱいですここで突然なの のですが、えー、別法姉さん、先ほども言っておりますが、別法姉さんに質問したいことがあるのです。はい、私は今高3で中学からずっと女子校に通っております。はい、男子に免疫がないため、ちょっと話しかけられただけでもドキドキします。うん、男とはなんぞや。はい 恐ろしいや状態ですと、うん、男とはどういう生き物ですかという可愛、うん、らしい質問ですね、うん、高校3年生の広島県にお住まいの方でございますがまず最初に断っときたいのはこのラジオの中には入ってこないでください入ってこない <laughs> 楽しくやってますから3人でそんまにそのつもりで言ってないやん <laughs> いやほんとそれはやめていただきたいと入ってきてきもいう <laughs> そ,そういうことでお笑いでやじゃなくて楽しい雰囲気で一緒に喋りたいって言うてくれてはるんやそうういことなそりゃそうやんか そんな感じには聞こえない。<laughs> そんな感じやろ。おねえ当てなら。な <laughs> 強気に発言するだけおねえのキャラを。<laughs> そうちょっとマトって。<laughs> そう、ね、中学から女子高でしょ、えー。そうやね。私もそれで。あ、そうすか。私中高女子高で、うん、そのまま N.C. 入ってきてしまってるから、私もほんまに男の人とどう接していいかわからなかったし。 それどうえそれ言ったらさ n s c とまあ吉本の養成所なんでさもう男だらけほとんどま言ったらそのでもクラスも言ったら同じ男ばっかりどうしてたのそれはそれこそこの人にあの適切なんじゃちうどうんどうしたっけええどうしてましたでもななんやろそんなにだからいつも思うのが その女子校の女の子の方がなんかこう男を慣れしててなんか共学の子の方がまあ友達っぽいみたいなイメージが一般的なイメージがあると言われるんやけど共学の子はやっぱり中高の時点で男の人から見られてるという部分があるからすごい気を使ってるのよ多分見だしないもそうやししぐさとかも。女子校の子ってほんまに子供っぽいねん。 いやよう言うもんなそことまた開いてバーッてするとかスカートもこうなんか青い出たしあんまりジャージでずっと上半身背負下半身ジャージみたいなもうっちゃいやないねえねえほんまそうね目目がないから気にする目がないまあ一生気にせんでなだからそんなになんかその気にするというよりはその気にするまでもいかへんかって NHC 入った時にただただなんか小学校に戻ったかなみたいな。 小学校やったかから多分まあそう NSC ってそのなんかお笑いのせいだから大学とはまだちょっとちゃうかもしれんなどうですかそうですねあの男の方に声かけられたらちょっとドキッとするみたいなだから別府が例えば吉田ちゃんに喋ったらもう吉田ちゃんわってなっちゃうみたいなこと言うたらいいじゃないですか敏感で。とてもいいと思いますよ。 言葉合ってます <laughs> いやそのなんかその恋に対してこう自分も多分行きたくなってると思うんででもやっぱ感覚は多分研ぎ澄まされてるから「はい、この人い無理!」 とかあ、この人きっといい人っていうのが多分自分の中で感が鋭いはずやから自分がこう心開ける人だけについていったらいいんちゃうかなうん、それ僕も言いたかったです全く一緒全く一緒右に同じ住まいお前絶対ちゃうかった場所的には左にいらっしゃいますけどいや、本当にそう思います、僕も本当にあの自分の中で淘汰してそう、慣れてない分多分人を見極める力があるはずやからそうそう、自分がこの人とやったら喋りやすいなっていう人だけになそこから 広げていいいたらんゃ逆に今一番プレーの状態やから今からほんまにねそうやれると思うからいいんじゃないんでしょうかよかった参考にしてくださいどんどんいきましょう岡山県にお住まいのラジオネーム「こじゃるまるさん」からいただきました「突然なのですか別府さんとゆりやんさんにご相談があります」と「私の友達はマルセイユさんが大好きでこの前初めて一緒に漫才劇場に行きました」「そこで地球売りをしている津田さんに友達がとても面白くて大好きです」と緊張 しながら声をかけたのですが、はい、津田さんは「その割には見えへん顔やな」 と返事をされましたあらら津田さんは全く悪気なく言ったと思いますがそれ以降友達は津田さんが怖く感じてあらら恐怖症になってしまいましたやったぜやったぜベップさんのことは大好きだと言っているのですがサン劇場には見に行ってくれなくなりましたどうかマルセンさんの漫才を楽しんでもらうためにも友達が津田さんを克服できる方法はありませんかごめんっていやもうこれはごめんこれはもう謝るを持って見せるしかないよそうですよ いやこれでもね俺覚えてるもんこの人のこと覚えてるんですかそうめっちゃ緊張しはってそれこそだから俺があかんねんけど100%緊張しはるからボケでめっちゃみに3つも見に行ってますみたいな感じ取っきたからいやその割にはそんな見えへんやんかみたいな感じで言った多分その人からしたらすごい傷ついた一言を言っちゃってるんかもしれないまさかの言葉が来たからでしょうねあありがとうが欲しかったでしょうけどその割にはお前見えてへんやんかこれそんなくだまいてへんやんそりゃあかんわな これ<や>はでも俺が何言ってもやっぱ俺が悪いしそうや、はい、だって見に来てもガタガタなでしょ<笑>,笑ってこう肩震えてるじゃなくて怖くて見る菅、うん、田さん「バーはいどうも丸星です」「ガタガタ」って <laughs> 怒られる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 なり菅田さ目つき悪い」とかもねあ,のあるかもしらんけどいやだからやっぱそのいくつか分からへんけどやっぱりなしゃべり方とか怖いと思うね芸人さんって。 岡山友達がいるどうか分からへんけど関西きつこえ確かに僕も最初やっぱ大阪来た時みんな怒ってると思いましたもん宮崎なんで僕ははいこれは別府君でもどうしたい俺をだから一番僕に接してるでしょ吉田も同期やからまあ10年ぐらい吉田言っ年別府君に言ったら年4年ぐらいですかんか僕を克服できるなんか方法みたいないやそれはもう一つでしょ何謝れ 謝んなさい。どうもすみませんでした。本当に本当に言ってないですからね。もうそこだけこれまし。そういうことですよ。あの僕もちょっとあのボケで言ったんですけど、そうがそういうふうに聞こえた本当に申し訳ございません。これ聞いてくれてたら本当に。お友達にもあのお伝えください。そんなこと言うわけないんで。はいはい。言ってるけどな。言ってはいる。でこれ一個だけ言わして。これ一個でこんなやったらもうそんな好きちゃう。やめろ。やめろ。そうや。やめろ。なんなんそのネックレスといい。そうなんですよ。今日ね。 あのすごい長いネックレスをつけてるんですよ。<laughs> 毎回や、うん、メガネチェインかと思うからい。うちがねほんでもうなんか今日あのいろいろつけてるものが多いんですって。多い。えー、メガネ、はい、帽子。いいやそれはもう。 でももう俺はほんまにこれはでも俺はもう1年目からぶれてないけどいやもうそれはそうやって友達ちゃうからまあまあまあでも僕のこと好きなんですよねだから別府だけ見に行けん俺見にくんなもうそれはでも同期で津田はほんとに唯一女芸人の悪口とか言わないですあいやほんとね陰口を言わないって口言わないですだからほんまこれも言わんでいいのよでももう俺はもうまっすぐ生きてるからアホやからそうアホやから俺はもうだからもうこんかったこんなん 何回言うね来てくださいそれでよろしいですまた見に来てください来てくださいねさあどんどん行きましょう青森県青森県え青森県にお住まいの青コーナー赤松さんという青コーナー赤松さん大喜利なんそこうラジオネームそうそう毎回ねおもろいなすごいすごい第1回なるときツルツルツちゃん

ふさふさです鏡で見るとなんか人の目に見えるぐらいの渦があるぐらいですなので風呂上がりに鏡で自分の胸毛まなこ、目ね胸毛まなこと目そんな言聞いた方向の赤松様胸毛まなこと胸毛まなこと目が合うのがすごく嫌です皆さんは自分の経で腹が立ったことはありますか？何でもありなんですよこのラジオはそうねそういうことね悩み相談からもうほんまに前回はね来週遠足なんですけど何持って行ったらいいですかという何でもいいんですよ 最終的に出たのがマカロンいやそんなわけないや遠足にマカロンなんか持っていかないそうそうそんな話もねありましたけれどもまあどうですか男性女性の方がか毛で言ったらよまあそうよななんかようゆりやがネタで言ってるんですけど生えてる時は汚くないけど抜けて落ちてる時は髪の毛汚いよねって言うじゃないですか自分の毛でもいいやもんそうですよねめっちゃわかるあれでもそれこそさ まあ男性って限られてるやんか、うん、まあ腕、うん、胸毛多分すね毛ぐらいか、うんまあ、そうですね、うん、でもまあひげかひげ、うん、と女性はでもその脇もあるしさ、うんまあ、も,もう手の甲から。 ええ。この指毛とかもやってすか見たやっぱりなんかちょっとあれやなとしうちゃんに指毛履いてんの履いてるよえぇ履いてるよ当たり前うちのこと何バービーやと思ってる思ってるかそんな栄養人が思ってる思ってないもしくは道端アンジェリカが何か思ってる道端アンジェリカとか思ってる思ってるかい多いねそれとこ手の甲から腕濃い方うすか 濃い方かな、髪も多いし。確かに。昆布巻いてきた今日、頭にこうバーって一枚。え、そんなこと言う人やったっけ？そんな。やめよやわ。さっきの子もマジで。傷ついてるで。ついてるから震え出すよ。吉田さんも。あほらほら。震え出した。いやこいつが震えてるの俺見たことないサブイタジ以外で。そんだけ気強いか。いやその。でもそうやな。普やっぱその。 処理が多いからさするとこがお風呂で「します流します」自分のその処理した毛で排水溝詰まるのがめっちゃあそんなにめっちゃ詰まるねえボコ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 って言ってくれんどうしたんどうしたんと思ったら全部その毛が詰まってんねんでも詰まるってことはそれだけ伸ばしてから剃ってるってことそうやねんうちこまめにそんの嫌やからギリギリまで伸ばしてあょこれも赤、目立つわと思った時にそんねんそれ相当っすね伸ばしてんの ど,どうどうことそのなんかこ,ここから一本だけ指からさ 2,、うん、2, 2センチぐらいのやつが生えてくるその千人の毛みたいなの生えてこへんけどほくろ毛みたいな全然濃くないっすよ、ね、だいぶが薄い方やねんけど、はい、冬場なんかほんまそらへんで腕と足なんか見せへんからあ脇もそっか,そっかえでも。 罰ゲームとかでな、はい、それうこそ疾病とか,な,んかまあないけどさな、うん、った時にさ、うん、お前腕, <laughs> 腕毛ボーボーやったらさ <laughs> 引かれるでよお前客席から見えるほどのボーボーではないよあ、まあ、そこまで,で,でも,もしかしたらこうパッとこう男性とこうあ,あると思う全然。 なるじゃないですかまあその試合が始まるときにさ男ってそこ意外と敏感やもんねだから試合が始まるかもしれんと思ってる前日にはツルツルにしてるよツルツルツルにしてるよツルツルちゃんにツルツルちゃんになってる明日はあるんちゃおうかっては。ええ。そんな準備することあるんすねあるよそれやってもずっと常時やってたらそれはもう傷もつくねんいつもその時失敗すんねん出対おねとこ けがするし永久脱毛はそれこそお金あるそんな私にそんな怖い感じでさ私に永久脱毛するお金あるすみませんでしたないよ何万かかると思って高いっすもんねトータル何十ぐらいかかりましたかすみませんでした乾燥するしまあね。毎日はできへんのよそれはべぷちゃんはその経営で言うたら僕はそうですねやっぱひげが濃いんですよねであの T 字で お風呂で剃るんでですそのあと電動の紙そでシェーバーでやるんですよそれ無駄やなと思ってでティでやってもう一回シェーバーでやるんですよやっぱそのちゃうんやろ剃れる部分とか深うがでシェーバーでやってもやっぱちょっと残ってんすよいやそれが嫌ですねだからといってその永久脱毛行きたくはないですだからドラマの仕事とか入ってきた時に日が早さなあかんなかったらあれだと思うんでかん なんとっピアス上げてないもんどこ目指してんのどこ目指してんの二人とも確かにでもベップちゃん髭剃る時稲妻落ちたぐらいバルバルバルしてるバリ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 って言うんですよ T 字全然剃えてないと思うおるよなだからアイロンヘッドと辻君とかもさ髭めっちゃ濃いやんかで楽屋でさバリ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 って聞こえてほんまにさ壁がなんか剥がしてんのかなと思ったら辻が髭剃っててだから一日五回かね両兵そうやそう。五回で その、あれも分けてんのよこの、第一陣のヒゲ剃りと第二陣のその、なんか、戦の戦術みたいに口回り考慮してるそにそう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 1000円ぐらいなのが一発目いって締めは高いやつとかもういやいやって言いながらそっててもんか歯変えなあかんねてましたね何ヶ月に1回かもうバカになるからそうそうそうそれはめっちゃ大変やなって思うこれぜひまあですよ コムナギもちょっと入ってますけども。髭はな、あるわな。ラストですかね。これ時間的に。福岡県お住まいのラジオネームよちおさんからいただきました。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっております。早速ですが、皆さんに相談があります。私の職場にいるおつぼねさんのことです。その人はとにかく口が悪く、会話の八割は仕事の不満、人の悪口、嫌味なんです。その人と働き始めて約一年が経ち、私もその人の性格にだいぶ慣れてきたのですが、昨日優先 ないことを言われましたそのおつもねさんがねなんか女優さんのことを指して何何さんって顔のパーツブスよね顎出てるし鼻の形変やし人とえっぽいしあの人人とえっぽいよね人えよね綺麗ともあんわと言うねひとえの私はもうそれを黙って聞くしかありませんでした私が人とえと知っておきながらどういうつもりなのかととても腹が立ちましたしかし今までの経験上その人にその悪気はありませんでも言い返すともっとひどいことを言われてしまうのはわかりきっております皆さんこういう時どうしたらいいです かということでございますが、うどうですか。まあ,ね、まあ、俺は大一重で、ね、そうずっと来てるから、<ー>それがもう逆に。 そのまあこういう仕事っていうのもあるけどいじられてままああね楽しいというのもあるけどっっっててやぱいじらられるかか何がんの今なましたでもまあ女性やからね多分よちおさんはだからお局さんがさその人の一柄をいじりたくてそうやって言ってんやったら悪いけどじゃなくってただただその女優さんのことを悪く言ってんやったらもう適当にあしらっといて「ああ確かにほんまですね」って言っても終わらせといいんじゃん かまあそ,、ね、そのノリ,ノリツッコミみたいな,、はあ、なんか。うん ははいい、そうですね一杯嫌ですねお私一杯おい一杯ないか私まずスキルつけなみたいなことをするか一杯なんだったら二重になる方法ありますけどねえ教えたって僕ずっと一杯だったんですよあの中学ぐらいまで今二重なんですけどずっと僕まぶた描いてたんです毎日まぶたをこう描いてたんですよどういうことペンであ、いや手でで描いてたんですよ

79.com mg@mbs1179.com までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージには必ずお名前、えー、おところ、連絡先を書いて送ってくで送ってきてください。はい、採用された方には、えー、我々三人の直筆サイン識紙、えー、そして我々マルセイユかユリアンのグッズをプレゼントいたします。番組では YouTube もやっております。MBS チャンネルでチェックしてみてください。ここでしか見られないおまけ動画もあるのでぜひ皆さんチェックしてみてください。は 万ミッドナイトパーーティー英語ですぐそうやって言うやろ言ってハイファイ さあということでございましてハッというまでございますエンディングです早いですね今日もめちゃくちゃ楽しかったですわ吉野ちゃんどうでしたか来ていたユリアもやめるって言ってたしやめへんやめへん熱増すなよ私もやめますひどいひどい私もやめますひどいぞ別々私もやめますちょっと私もやめますあ下手やな勘は馬ならへんな確かに俺今言っちゃえちゃった 恥ずかしながら私が一番下手でしたけどでも本当楽しかったです楽しかったですありがとうございましたじゃ告知がよろしいですかもう言うてる間に今週日曜日なんですけども5月7日えっとザダポケツの方でピンになってからの初めて単独ライブやらせていただきます吉田由依のおしゃべりファンパーティーザダポケツで19時15分開演前より1200円となっておりますゲストにトットタダさんと山根リチャードとカエル店の岩倉ちゃん来てくれます ので、はい、ぜひお越しくださいお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、はいえー、別府君こちらでございますね、えー、じゃあ僕から行かせていただきます、はいえー と5月の2日ですね。21時から吉本ダンスシアターというイベントがございます。そちらはですね、あのダンスとこう笑いのちょっと融合したなんかショーを見れるというイベントでございますので、チケットはまだありますので、みんな手手売りも持ってますので、ぜひ僕にも言ってください。お願いします。お願いします。そして私でございます。僕ずっとソロライブを2ヶ月に1回しているんですが、5月の5日金曜日19時15分から道頓堀の座。 ポケツというところでですね、マルセイユツダソロライブいい時代になったなというイベントがございます。これあのベップ君の毎回ギャグをね、もうモジテネンね、モジテてていよいよもうね知らないギャグに、すぐそうやって言うやろからだんだん発生してそういうちょっとまああのゲストの方お招きしまして、僕の30分好きなことやらしていただきまして残り30分ゲストの方と一緒にトークたらコーナーやらさせていただくイベントでございます。今回のゲストが吉田のチノ康平さんでございます。兄がお世話になっております。いや吉田ですから。 僕も公平ですかれ。非常にややこしいんですけどもチケットがたぶんねあと5枚ぐらい売れてるなぜひね皆さんこちら来ていただきたいと思いますで別府君これも一応いってきますか今度大自然の白井と別府のトークライブがあります5月7日吉田さんの前の時間ですね17時45分からでございますこちらも2人ともチケット持ってますので2人に聞いてくださいお願いしますツイッターととかかやっておりますしななん興味あるいう方

こんな信用してくれることないもんバチバチの台本あるやんいつも。まああんま言ったあかん。台本あるってあんま言ったあかん。いやこんなにフリーで喋らしてくれるってすごいよ。そうだほんま最近劇場のみんなも聞いてくれてるらしくて、あれめっちゃいいな。いや楽しそうってなるやな絶対。あんなフリーで喋れてめっちゃしたりな、いい勉強させてもらってるなっていう。それこそあのラジコとかね、あのちょっとお仕事のこの時間ね夜勤の方とかいらっしゃいましたらラジコとか YouTube にもねあのマイ上がるんですよこれ。なるほど。上がります。 はい、ぜひぜひ皆さんこちらの方も聞いていただきたいと思いますしまた、はい、吉田のね、うんあのー、変なイベント <laughs> こ,れこれからのね <laughs> 吉田さんの僕は,僕は吉田のこと大好きですけど「おしゃべりパンパーティー」というねこのね、はい、単独ライブするんですけど、はいえー、パンを 食べることはないというのなんか見てあ,あ、はい、でもちょっとやっぱりパン食べた方がいいなってなったんでコーナー中にお腹いっぱいになるぐらいパン食べることにしました、はい、あそれはそうだったんですね、はい、もしかしたらお客さんに配るパターンも <laughs> そうやね、はい、僕も一回やりましたからねあのアイロンヘッドの辻とお、はいえー何だまあ出っ歯と細めてずっとイベントだったんじゃないやったんですけども、ね、その時もずっと二人での負けたらなんかお酒一気飲みするっていうゲームを誰も若手芸人がやってないであろう <laughs> 大阪の果てのイベント果てのイベント <laughs> <laughs> バー みたいなのをやってみようぜ舞台でっつってショットものみたいなあま楽しかったですけどわかるわけちょっと砕けてなそう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 いうねバカを見れるのがね単独ライブの良さでもありますしあのピン芸人としての再出発ますうらぜひ見ていってあげていただきたいと思いますということでございまして本日の相手はマルセイの津田とマルセイベプ吉田優衣でしたどうもありがとうございましたおやすみなさいさよなら さあ、五回目の収録が終わりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今日ねユリアンがお休みで、代わりに同期の僕のよ、同期の吉田ゆいちゃんが来まして、ありがとうございました。前回ありました吉本漫才劇場でのイベントの感想などは、あのまたゆりやんと一緒に喋らせていただけていまたたくさんのお便り本当にいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また開催できるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。あとうございました。まあ吉田ちゃん来てくれましたが、どうでしたか？めちゃくちゃ楽 ほんまにこんなにでも自由にやらせてくれるんじないし同期つなら同期やし別府公平やし気を使わずに結構好き方でしゃべらせてもらえるっていうのも楽しいありがたいですし確かにね我々からして本当に最高の猫番組でございますから別府君って言ってなかったですけど机の下ではずっと手繋いでましたえそうなん。 その割にはこれで公表しちゃうももうはいそうですね、はい、確かになんか一瞬、ええ、おーって <laughs> 見ました鳴 <laughs> ってた鳴ってた <laughs> はいその辺も 聞いてる方からし一瞬ファってなったらここかなっ思ってくださ楽しみながら聞いてくれるださいはい5月7日吉田優のファンパーおしゃべりファンパーティーファクライブでございますあのもうパン大喜利っていうのしようかなと思ってこれあのパン大喜利特許取ろうかなと思ってそんな発明したまだないすもんね確かにないやろパン大喜利はいちょっと特許取りたいと思ってるぜひ見に来てくださいよろしくお願いしますということでございまして今回目聞いてください いいね、ありがとうございました。バイビー